はい、こんにちは。秋のゲームこそラスクラ実況です。はい、それでは最新コラボユニットバージルの課金装備評価をしていきます。今回比較するのはこちらの剣ヤマトとコートです。で、いつものように先に結論を言っておきます。今回優先すべきはコートです。今回はね、めっちゃ悩みました。どちらも本当いいデザインでバージルの性能にすごいマッチした性能となっているんですよ。なのですごい悩んだんだけども、今回は消去法でコート優先という結論になりました。で、その経緯について解説をしていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。では参りましょう。ではまずそれぞれの性能を見ていきます。まず剣がヤマト、ストレングスプラス243、特性が武器を一つだけ装備時、無属性攻撃のダメージプラス 20%、ダメージ上限プラス 2000、超必殺技発動時、全特技の SCT を1回分回復。バージルのコート、ストレングスプラス103、ディフェンスプラス211、マインドプラス100、特性が確率で物理魔法攻撃の被ダメージをゼロにする。ボスウェーブ開始に超必殺ゲージプラス 25%、ボスモンスターから受けるダメージマイナス 10%、属性耐性とステータス異常耐性はありません。まず剣についてですが、プラス 20% と上限プラス2000がどちらもついているってのがいいですね。いつも言うことですけど、ダメージプラス効果だけがついてて上限追加がない装備ってのは、増えたダメージが上限にぶつかって結果数字として反映されにくいということになりがちです。たまに専用装備で武器はダメージ増で防具やアクセサリーに上限プラスっていう風に分けてくることもあるんですが、今回の武器はどちらも持ってくれてるんで有料仕様の武器と言えます。で、その対象が無属性攻撃となっているんで超必殺も対象になっているのが素晴らしい。無属性物理攻撃だったら通常攻撃と特技だけになるんですが、今回の場合は無属性なら全てが対象となっているので、これもいい仕様です。で、一番のポイントはこの超必殺後の SCT1 回分回復ですよね。これはかなりポイントが高いです。バージルは個性神魔人で超必殺後に神魔人バフがかかるんでダメージ上限が跳ね上がるんですよね。なので超必殺の後にこそ特技の連発を叩き込みたいところなんで、そこに SCT 回復機能をつけてくれるっていうのはバージルのユニークポイントをしっかり活かしたデザインになっていると思います。続いてコートについて、こちらはまず物理魔法の確率火ダメゼロがついてますが、これはもう一つの個性コンセントレーションの効果、累積ヒット数でダメージとダメージ上限が上がるけれど被弾すると4ヒット分下がってしまうという点をカバーする性能となっています。自前スキルで新機能も持っているので、それと併用発動するのでこれはかなりいい仕様になっていると思います。で、ボスウェーブに超必殺ゲージチャージがついているのが素晴らしい。プラス 25% ってかなりでかいですよね。復刻ワークの便利屋で習得できる電話ボックスと組み合わせると最大でプラス 35%、超必殺ゲージの3分の1以上をボス開幕時にチャージされるっていうのは当然ながら超必殺が発動させやすくなるので、つまりは魔人化がしやすくなるということです。なのでこれもすごくバージルにマッチした性能だと思います。で、3つ目の特性はボスからの火ダメ 10% カットなので、バージルは固有スキルの貴様では相手にならんによってボス以外からの火ダメカット性能を持っています。なのでそれ以外からの火ダメであってもこちらの装備をつければ 10% だけどカットしてくれます。で、少し残念な点が属性耐性なし状態異常耐性もなしっていう点で、専用防具にどちらもついてないっていうのはかなり珍しいパターンですよね。バージルの初期属性耐性では光がマイナス15となっています。なのでこちらはそんなに大きな弱点ではないけど、問題は状態異常耐性でバージルは病気が弱点なんですよね。前線で戦うべきアタッカーなので病気になってプラドホースの回復ができなくなるっていうのは結構厳しいので、病気はやっぱ無効化させたいんですよ。なので専用装備でせめて耐性をプラス1してくれることを期待してたんですけども、そうじゃなかったんでそこはやっぱちょっと残念だったかなと。で、ここから優先順位の話をしていきます。まず剣ははっきり言って申し分のない超高性能な専用装備です。先ほど言ったようにダメージ増と上限追加がどちらもついていて、超必殺後に SCT 回復がついてくるっていう個性の新魔人化にとてもマッチした内容、強いてマイナス点を上げるとしたらストレングスがやや低いです。
243って僕が今持っている剣の中だけでも9番目になります。深層錬金に入手できる真剣草薙で398なので、それと比べるとかなり低い。その点がまあ少しマイナスかなと。で、コートは先ほど言いましたように個性2のコンセントレーションを生かす回避性能と超必殺チャージとボス以外からの火ダメ軽減がついています。残念な点は状態上耐性がない点っていう2つの専用装備なんですが、じゃあなぜコート優先なのか。これには2つの理由があります。1つ目は選択肢の問題。ヤマトを装備するとダメージ上限がプラス2000上がって、さらに両手剣ブーストを追加するとプラス3000上がります。結果合計でプラス5000追加、新魔人カジノヤマトの効果でプラス1万。なので剣を装備することでダメージ上限は最大プラス1万5000増えます。逆にヤマトじゃなくて爪を装備した場合、新魔人カジノ効果はベオルフでプラス2万。なのでヤマトプラス両手剣ブーストを追加したとしても爪を装備した時の方が上限は高くなります。ただしヤマトの場合、新魔人カジノダメージ増の対象範囲は物理攻撃なので、通常攻撃も含まれる点は有効であったり、剣と服を装備時に適用される剣士の心得を使ったりなど、剣を装備することのメリットも当然あります。なので重要なのは単純な剣か爪かっていう二者択一の比較で考えるんじゃなくて、今後爪を装備させる選択肢を残しておくことが重要だと思います。例えば両手爪ブーストが実装されたり、レッドクリスタル交換所にスカーレットクローとかが実装されるっていう可能性は決して低くないと思います。そのような未来の状況でバージルに爪を装備させたくなった時に、課金装備でヤマトを選んでいた場合、少し後悔するかもしれません。なのでそういった爪を装備させる未来での選択肢を残すという意味で剣は選ばない方がいいかなと。もう一つの理由は無属性の剣についてです。先ほど紹介した真剣草薙をはじめ高性能な無属性の剣ってすでに結構あるんですよ。同じく深層錬金の神刀村正や、入手しやすいものでいうとエスティリオンとかスカーレットブレードなど、無属性アタッカーにとって使い良い性能の剣ってのはすでに結構あるんで、ここでヤマトを取らなくても剣を使いたい場合はそちらを使ってもいいんじゃないかと。という以上2点の理由、特に1つ目の選択肢を残すっていう点が大きいんですけれども、そういった理由で今回はどちらもとても優秀なんだけれども、今後未来の状況を鑑みて剣は避けた方がいいんじゃないかなという消去法で高と優先という結論になりました。決して大和優先という選択肢が間違っていると思いません。ロマンを求めるならばやはり大和優先だと思います。今回はあくまでアキラの視点からの優先度の話ですので、皆様ご意見ありましたらぜひコメントでお願いします。新章交換の最終判断は皆様ご自身の責任でお願いします。バージルの専用装備の解説は以上です。高評価を押すかどうかはお任せします。で、そんなバージルですけども、昨夜からいろいろ試してみて、すでにショート動画でも報告はしていますが、また使用感をまとめた感じの実況動画も今日撮る予定ですので、よければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。